はいどうも、タクタクです。今回もホラーゲームをやっていきましょう。ホラーゲームっていうか、なんかホラーサイコみたいなことがサイトの説明に書いてありましたね。タイトルがある男の独白と読むんでしょうか。はい、読むんです。こちらをプレイしていきます。説明ではですね、なんか自分が体験した怪奇体験を、なんか記者の人に話すみたいな、そういう内容だったと、確かね、思うよ。じゃあ、まあ、やっていきましょう。あ、あとね、最後にね、最後じゃないんだけど、これから始めるんだけど、なんかこのゲームにはゲームオーバーがないらしいです。ゲームオーバーがないけど、エンディングの分岐がなんか変わったりとかするみたいな、ことが、書いてありましたので、まあそういうのを注意しながらやっていきましょう。いくぞ！録音開始。ほうほう、なんだこれは。お！無双感開発所。この音なんかどっかで聞いたことあるな。このゲームにはホラー要素、暴力表現が含まれています。あー、いつものあれです。ヘッドホンがいいよって。あー、もう録音始まってます？じゃあそろそろ始めましょうか。記者に話した。記者さんがずっと聞きたがってた、俺の体験もすべてお話ししますよ。はいはいはい。ちょっと待って。まず何から話しましょうか。ん？どここれ。ん？記者がいるの？目の前に。なんか目の前、これは主人公だよね、多分ね。この目の前にあるのはさっきオープニングのとこにあった録音機みたいな。で、反対側に記者が座ってるみたいな感じなのかな。正直、色とありすぎて、俺の頭の中も結構混乱してるんですよ。そうですね。では、頭の中の整理をすることも兼ねて、初めて彼女と出会った時のことから話しましょうか。女絡みか。あれは確か、まだ夜勤のバイトをやってた頃でした。あの夜もいつも通り、仕事へ行く少し前まで寝てましたよ。ほう。うん。ん？誰の家だ？ん？もうこんな時間か。家が違う。っていうことか。そろそろバイト行かなきゃ。あ、動ける動ける。録音データのバックを、おお、バックアップを取りますか。データを保存する。あ、なるほど。録音データっていうのが記録なのね。セーブなのね。なかなかおしゃれな設定じゃないか。録音を続ける。エアコンはついていない。うん。他のステータスはなんか開けないな。家にある DVD は全部見飽きてしまった。今度またか、また何か借りてこよう。すげえ、外の音が聞こえる。そういえば最近テレビ見てないな。うん。もう夜は遅いと。隣室からクレーム来ても面倒だからやめておこう。夜なのにすごい。車通りが。外はもう暗いし、カーテンを開ける必要はないだろう。なんか、あれかな。国道沿いの家みたいな。あまり読むことはないが、全巻揃っていると気分がいい。わかる。そうなんだよね。雑誌とコミックルが入っている。漫画ってなんか全部揃ってるとなんか、集めたな、みたいな。そういう、男だけかもしれないけど。まあ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 。まあまあ、一応、お見えますか？メールチェックしますか？いきますか？はい。うん。特に見えるわ。あ、はい。入ってませんでした。うんうん。隙間がある。本棚にはまだ隙間があるが、元に戻すの面倒だ。ここか、壁と本棚の間ってことか。なんかいろいろあるな。携帯持っていかなきゃ危ない。ただ、嫌な時に吸うと少し危険が出る。タバコは別に好きじゃない。別に怪しいもの入っていない。そろそろ行かなきゃダメみたい。もう少し家にいよう。ここは何だ？これは何？お！あ！キッチン。流し台だ。少し水垢がついている。ガス台のところは全く汚れていない。料理はほとんどしないから汚れないだけなのだが。あ、そういうことか。なんかいろいろ調べるものがあるな。ストックは十分あるので心配ない。今はレンジ、ビールぐらいしかいない。そろそろ食材を。まあ、一人暮らしってこんなもんだよね。こっちはトイレかな。ほうほう。少し髭が伸びてるな。
おっと、あ、ひげを剃ってる。リアルだね。うん、こんなもんか。ちゃんと身だしなみを揃えて。で、このお家にはお風呂というものはないのかな。銭湯、まあ、風呂なしっていうのは結構あるからな、都内では。よし、バイト行くか。ねえ、奥さん聞きました？夜なのに。なんだこの話は。そこの角の奥さんが先日ひったくりにあったんですって。なんでも最近ひったくり事件が多発しているそうですわね。なんだ、近所のおばさんたちが話してんのか。最近じゃ不審者もうろうろしてるみたいですし、本当怖いわ。そうですわね、私たちも気をつけなくっちゃ。不審者か。おい、なんだ今の気のせいか。まあいい、早くバイト行こう。こんなにおののいてないか。おい、何？コンビニのバイト。511円のお返しになります。ありがとうございました。相変わらずバイクのとうっせやな。あ、先輩。後輩。これか。近寄ってきたやつか。俺、ちょっとバックヤードの方行ってくるっす。お。誰もいなくなった。暇だ。コンビニでバイトしたことない。おい！おっと。なんだ今の音。スタッフルームから聞こえてきたみたいだが。お菓子も食べてんじゃないですか。バリバリバリ。不審者？でも、あの辺にはカウンターからしか。ちょっと確かめてこよう。マジで。ちょっとデータ保存しよう。いや、録音続けるよ。よし、ちょっと後輩をまず呼んで、いや、行こう、素直に。行きます！ん？誰もいないな。ここが！事務用品の予備が入っている。このゴミ箱か。ゴミ箱には少しゴミが入っている。処分は帰り際でいいかな。備え付けの机だ。引き出しには連絡ノートと文具類が入っている。なんかリアルだな、妙に。パソコンかな、じゃあ。PC の横に防犯カメラの映像を映したテレビがある。お！画面をよく見てみようか。はい。見よう。あ、誰かいるよ。あれ？客なんていたっけ？ドアが開く音もしなかったと思うんだが。お。急にカメラがノイズが入って。うお、あ、女の人がなんか今首吊りみたいなのしなかった。なんだよ今の。誰だ。どうした。あ、怖いか。先輩。ああ、なんだお前か。その変な声が聞こえた気がしたんで。その大丈夫っすか先輩？あ、いや、なんでもない。悪い。はぁ。その後は、特に何事も起こらなかったんで、俺も一応バイトの身だし、ちゃんと時間まで仕事をしてました。後輩には心配かけさせてしまいましたがね。まあ、俺自身さっきのカメラの不調で何か妙な電波を受信したんだろうってことで、納得することにしたんですよ。実際店内では何もなかったですし。ええ、店内では。どういうことだ。外では何かあったと。やっと終わったけど、あの防犯カメラの映像は何だったんだろう。いや、あんな気味悪いの気のせいに決まってんだろ。夜のコンビニなんて怪談話はよく聞く話だし、どっかで見た話に影響を受けて見間違えたんだろう。出なきゃ怖いだろ。って自分に言い聞かせて、帰ろう。一応ここも。いや、音すげえリアルなのか。あ、なんかいろいろ調べる前に言っちゃった。まあ、いいや。どっちが正解かな。ここは、こっちは家とは逆方向だ。はい。はい、すいませんでした。
上空から大きなジェット音が聞こえる。ここどこ？すごいね。車通りは激しいし、ジェット音もすごいし。空を見上げてみようか。見上げる。飛んでるね。ジェット機か。そういえば前にも夜こうして頭上に飛行機が。ん？なんだ？頭が痛い。さっさと帰って寝よう。した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 。人んちは入れないね。うん？こっちは。お、いける！いけるけど？お邪魔しまーす。今、これ以上いけない。ここも、まあ、入る必要ないんだろうな。おお！どこかの家から電子音が聞こえてくる。聞き覚えがある、あるけど、何の音だったかな？思い出す、放っておく。これのなんかよくね。ちょっと他のホラーゲームでもよく聞く音だけど、思い出してみようか、じゃあ。確かこれは放送終了後に流れる音か。テレビで言えば、随分と見てないな。さっき言ってたね。DVD やネット動画は見るけど、ん？俺と同じだ！俺の場合、Hulu とネット動画をよく見る。俺どうしてテレビを見なくなったんだっけ？半年くらい前までは結構見ていたような。夜勤になったからじゃない？だって、夜やってないからね、テレビね。夜中か。頭が。なんなんだ。なんか今日はおかしいぞ。まあ、やってないわけじゃないけど、テレビショッピングとかばっかりだもんね。こっちに行けるとか。今日は寄り道をしないで帰ろう。うん。すっげえ住宅街通ってくな。あれ？ループしてない？駅のせいか。ループしているような気がしてきた。おかしい。同じ場所、やっぱり同じ場所をずっと通っている気がする。後ろ来てるよ。カメラに映ってた女。来るな。クソ。どうする？逃げる。おお、ちょっと嘘。ひっ。おお、何この左右にいるの何？あ、全部女か。どこだここは。何なんだよお前。え？嘘つき。何が？何の話？夢。あの時の出来事が夢だったのか現実だったのか今でもよくわからないんです。カメラで見た映像が強烈だったんで、悪夢と現実が混ざってしまったのかもしれませんね。でもまあそんな具合で彼女との出会いは本当に衝撃的だったわけですよ。もうちょっと小綺麗にしていて昼間に会えば少しは印象が違っていたかもしれませんけどね。あ、でも彼女から発する異常な空気はどうやったって消えそうには思えませんが、ただ少しだけですが、俺彼女に見覚えがあった気がしたんですよ。でもそれ以上に恐怖の方が勝ってたから、思い出そうだなんて考えもしませんでした。彼女がまたいつ現れるか、そんなことを考えながら、戦々恐々と毎日を送ってました。そして数日後、彼女が再び俺の前に現れたんです。どういうこっちゃ。ん？食欲ねえなぁ。あの女を見てから頭痛と吐き気がひどい。まあバイト先で腹減ったらなんか買って食うか。バイト行く準備しよう。うん。今日はいいんですか？あれ、ヒゲを剃らなくて。ちょっと今日もヒゲを。音がうるさい。ん？こんなもんか。ちゃんとね、身だしなみを揃えて、で、必ず、携帯を持って、で、タバコはいいか。今から二度寝したら確実にバイトに近くする。うん。あとは、なんだ、もう一回こっち行ってみる？うん、いいね。これだけでいいのかな。ちゃんとお仕事に行くときは身だしなみを揃えて、まあ、学校行くときもそうで、お前何え？あびっくりした。キャンセルをしたらザバーって音が。ほらこれびっくりしない？俺がビビりなだけじゃないと思うんだよね。
よし、じゃあ行きますか。仕事に、仕事っていうかバイトにね。まあバイトもお仕事ですから、うん、行こう行こう行こう。そろそろ補充しなきゃ、うん、補充でいいのか、補充しなきゃな、うん、商品の補充を。俺ちょっとバックヤード行ってくるから、あと頼むわ。あ、客帰った。あ、はい、行ってらっしゃいっす。あらしゃさせしゃいしゃい。ちょっとトイレ行こう、トイレ。この先はトイレだ。はい、すいません、バックヤード行こう。スナックの補充しなきゃだけど、どのあたりだったかな。スナック、よし、一発で当ててやろう。目の前はなんか肉っぽいものと、いや、先生食品は多分バックヤードに入れない。これだ。違った、賞味期限切れの切れた弁当が少し入っている。廃棄するのはもったいないなって毎回思う。確かに、あれって、ね、食べちゃダメなんて。わかんないけど、コンビニバイトしてたらなんか賞味期限ちょっと切れたぐらいなら食べ、全然食べたいけど、それはダメなのかな。怒られそうだよね。どこだ、ここか。はっ、あ、違う、これかな。じゃスナック、スナック菓子のことだよね。ないぞ。あ、これか。よし、じゃあいくつか持っていくか。おお、ここで足音がこっちに向かってくる。でも後輩が履いてたのはスニーカーだし、ここはスタッフ以外立ち入り禁止だし。お、いるよ、もう。またお前か。一体お前は何なんだよ。俺に付き添いでいいのか。やがて、何か、付きまといか。付きまといやがって。何が目的なんだ。まただんまりかよ。くそ。なに、ここは前にもこの場所に来たことがあるような。でもお前と随分雰囲気が違うようだが、そもそもさっきまで店にいたってのに。本当何なんだよ。頭おかしくなっちまったのか俺。こっちはなんだ、なんだこれ、通行止め？どうし、あ、違った。感じた。どかしてしまおうか。こっちに行ってみようか。ん？ん？わ、またこれは、助けてって。お前はさっきの、お前一体何がしたいんだ？俺に何を伝えたいんだよ！そっちに行けってことか？あ、おい、待てよ！待てって！え？あ、先輩！よかった、気がついて。あれ、俺一体。先輩を呼びに来たんですが、床に倒れてるからびっくりしちゃったっすよ。そうか。悪かったな、びっくりさせて。って、呼びに来たって、俺に何か用があったのか？あ、そうだ！トイレに女の人が入ってたんですけど、もう随分と長い間入ってるみたいなんですよ。そんなに長い時間？他に客もいないから困るってことはないんですけど、もし中で倒れてたらやばいなーって。そうだな。というわけで先輩、よろしくっす。俺、レジ見てなきゃだし。そうだな。じゃあちょっと見てくるか。ここでじゃあちょっとバックアップを取ろう。いや、録音を続ける。ちょっとまずは。洗面台は乾いていて疲れた。痕跡がない、形跡がないか。じゃあちょっと行きますよ。せーの、はい。小窓から中の明かりが見えるけど鍵はかかっていない。もしかしてあいつが客の姿を見逃しただけとか。うん、でもまあ念のため。お客様大丈夫ですか？反応がない。やっぱり、いないんじゃないか？お客様？おお、この音は。おお、びっくりした。携帯。びっくりした。メールか。俺のかと思った。ん？あなたも同じ。ちょっと妙にリアルなの出てきたな。これは。扉を開けてみるか。開けよう。
お客様、開けますよ。いいですか？失礼しまーす。いないのかな？お、いるいる！お！う、あ！首吊り。これは？俺？え、ね、どういうこと？俺？何が俺？あれは確かに俺自身でした。ただ驚いて目をこすって見直したら、首吊りした俺の姿は消えてしまったけどね。ただ、あれが幻だなんて思いませんでしたよ。天井から俺をぶら下げてたあの女のマフラーが便器の蓋の上に落ちてましたし、あ、蓋の上に落ちてましたからね。でもまあマフラーだけでも、俺は、ん？なんだろう。なんて言うんだろう。には十分なものでした。ませる。ああ、なんだ、なんて言うんだっけ。もういいや。だから俺は、おお！分岐来た！マフラーを持ち帰った。待てよ、でも。冷静に考えて、俺ならだよ。俺なら、こっちですね。マフラーを処分した。即刻そのマフラーを捨てました。正直そのマフラーを触れるのも嫌だったんですが、そのまま置いておくわけにもいかないですしね。働いていたコンビニの店舗裏にゴミ箱がありましたから、そこに丸めて捨てました。まあ、そんなことがあったので、その日一日仕事なんて上の空でしたよ。後輩には申し訳なかったんですけども。で、帰り道。案の定彼女が現れました。マジか。くそ、なんだってんだよ。また、あの頭痛か。何なんだ？俺の頭どうしちまったんだ？うわ、また。俺はあの女を知っている。いやでも、俺の身内に、もう知り合いにもあんな女は。でも、ここで考え込んでても仕方ないか。家に帰って酒飲んで寝よう。よし、あ、これダッシュできんじゃん、よく見たら。近所の家のゴミだろう。どうやらフライングでゴミ出ししたようだ。フライング、ゴミ出し。行こう！このまま、またループすんのかなぁ。あ、こっちに行けたりしない。あ、行けない。公園っぽいと思ったけど。またループしてるわ、相変わらず。また同じ場所を回ってる。昨日もこんなことがあったが。またあの女が、来てるよ。やっぱりお前かよ。逃げる。逃げれるのかな。だからこっち来るなって言ってんだろ。うわ、倒れた。倒れた？お、なになに？ひ！逃げれる。お、逃げれる。逃げれる。お、なに？助けて。え？ここどこ？ここどこ？ここはどこだ？まあまあまあ、そうなるよね。俺は、確か、仕事から帰る途中であの女に追いかけられて。そういえば、逃げる途中で髪の短い女が。あの女は現実なのか？それとも幻覚？それはともかく、それはともかく、家人はどこだ？なんだか知らないが、俺を助けてくれたのだろうか。だったら俺を言いたいんだが。先から誰の気配も感じられない。すいません！誰かいませんか？参ったな。とりあえず誰かいないか探してみるか。とりあえずデータを保存して。うえ、音。と言ったところで、今回はこの辺で、切りたいと思います。まあ、次回はこの家に人がいないか探していきたいと思います。というわけで最後までご視聴いただいた方、ありがとうございます。また次お会いしましょう。ではまた。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。僕のチャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして、ツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味がある方は、ぜひフォローをお願いいたします。さらに、タクタクは他にも、2チャンネルの YouTube チャンネルを運営いたしております。タクタクのゲーム実況チャンネル2、
顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、合計3チャンネルございますので、残り2チャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。詳細は概要欄にございますのでご確認ください。ではまた。